どもたちよ、こっちに行きなさい。どうしたんだ、ピンマーや。いや、子どもたちはリユエコーのために十分手助けをしてくれた。今回はバーヤの仲間たちと一緒。お、贈り物。あ、子どもたちよ。以前、先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、まだまだ旅は長いんじゃ。幸い、バーヤは年こそ取ったものの、おや、まだいろいろと能力はあるが、前に子供たちが入った壺も、あんなすごい壺なのに簡単に、あの世界をなすためには、まあ昔の話はこの辺にして、そのそうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな。まあまあ、二人ともそうせかすでない。必要な材料は特別なんじゃ。例えば敵火州の河原下にある借金の泥とか。そしてじゃが、敵火州がさらにそれより困難なのが、水角石は貴重な産物で、あの子がそれを見つけられるといいんじゃん。ピンバーヤは仙人だし、そ、まあなくもないって。ありえるかもしれんの。バーヤ、ただいま。おや、この二人は。紹介しよう。この子はエンヒ。エンヒ、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。そう、もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らす。改めて自己紹介しよう。私はエンヒ、法律家だ。ああ、そうだ、私の名刺を。急用ならその住所に手紙を。エンヒ、そろそろ本題に入ろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは。仙人？まあそう、かつて岩王帝君と共に戦場、それから私が生まれた。私がお、なんか勝手だな。お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。まあそのことについては一旦置いておいて、今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れ。そうじゃったか。エンヒ、何か案はあるかの。わかってる、バーヤから何回も言われてたし。ちょっと待ってて。うわ、すっごく分厚い本だな。このクロッサルというスネージナヤの商人から、彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。よし、彼を探してくる。お前も一緒に来るのか。法律を理由に警告してくるなんて。彼女と行動するときは。いや、リーユエコーの雰囲気は気持ちがいいですね。クロッサールさん。ええ、エンヒさんのおかげで順調です。小さな手助けをしたまでだ。そのことですか。エンヒさんはかんざしにご興味が。水角石って。それは心配いりません。もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、その代わりあの水本物であることへの絶対の自当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。では志向さんの居場所はわかるか。ええ、知っています。感謝する、クロッサルさん。一体どうすれば。あ、はい、思考ですが。突然すまない、そのかんざしに興味がある。そのかんざしは今お見せできません。きちんと持っていたはずなのに。このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。私の家は
鉱石を扱う商売をしているのですが、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、あと数日するとあのかんざしを借りたのは、しかしそのかんざしをなくしてしまっては、なんかよく見る展開になってきたな。え？手伝ってくれるのですか？ちょっと待った、契約書ですか？どれ？そうか、縁妃は法律家だから思考を手伝ってあげられるんじゃないか。それもそうだな。なるほど、それに契約書には水角石の希少価値から算出する。もっとですか？ああ、思考、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれは、回りくどい言い方だな。どう考えてもだが、かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が確かに、やはり面倒はかけられません。いくらだろうと払いま、これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。確かに、それも法律にのっとったやり方だ。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初に触った時ですか？私の家でも玉石は取り扱っているので。触り心地がいい。何でもない。縁妃さん、あのかんざしは。なくした？ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。弁償、どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。問題ない、クロッサルさん。当然です。わかった、では先に市場で調査をするから。それではお願いします。どうやら志向さん、ここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。井戸は汚染されてる。縁妃さん。違う、私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれ。え、どういうことだ。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、バーヤから聞いたかは知らないが、常人が触れれば体調を崩したり。志向さん、そのかんざしを持っていた間、ありませんでした。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、私の推測が正しければ。それなら直接聞き出してやろう。それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張り。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るし。おお、まるで確かにそういった案件はいくつも見てきた。では縁妃さん。もちろん問題ない。え、なんでまた契約を。なんだか縁妃は他の人よりも。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。問題ない、まずはこの表紙に署名を。私もここ。5ページ7ページ、あと最後のページ。これが契約を交わすってことなのか。これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認。すべて目を通しました。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ、こういうのは一見面倒に見えるが、過去にこういった調査をしたことがないんだろう。でも縁妃さん、どうして私なんかのために。私たちも水角石を探してるんだ。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、それに法律を利用して悪事を働く者を。この話はここまでにしよう。ああ、あったあった、まずは海水口の石章のところへ行こう。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら。
いらっしゃいませ。まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを。そのことじゃない。クロッソル、ああかすかに覚えがあります。私も初めて水角石を見たので、それに彼は羽振りが良かったので。なるほど。その水角石を加工した時のかけらはあります。あの鉱石を取り扱ったのは初めて。ありがとう。早速見せてもらう。この断面と模様、水岩石のかけら。はい、そうめ、以前聞いたことがあるのですが。水岩石と水角石って気になるのなら。そうなのか。トラ、何か見えたか。本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて。そんなことはありません。ただ普段からこの2つの鉱石はすごく似ていて、一文字しか違わないのに。それに加工依頼にかかる金額も。説明はその辺で終わりにしよう。しかし計り知れない行動の裏には。エンヒさん、もう一度確認させてほしい。はい、当時の伝票も残っています。それなら問題ない。はい、大丈夫ですが。用事を済ませるためだ。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということ。はい、わかりました。そのエンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが。面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。この証拠があれば。これ装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品、装飾、ああそうだ。もうわかったのか。毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リでもあのテンチェンが定めた法律は複雑だから。法律に関する手助けができる法律家はと。法律に関する手助け。それは大丈夫。全て法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。すごいことを。さあ正規さんのところへ向かおう。以前のお客さんはもう問題ない。クロッサルという商人から。クロッサル、彼から渡されたかんざしの設計図はとても。その依頼はとても時間がかかってね。なんだか。正規さん、もう一度確認させてほしい。ええ、間違いないわ。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、登録された鉱石の種類は。正規さん、この書類を貸してもらえないか。いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だから。大丈夫。なんでみんな同じ反応をするんだ。よし、証拠も揃ってきた。あの首に蛇を。水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼に。その最後の証拠を手に入れたらこの件。おや、これは珍しいお客さんですね。それと縁石さん。いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石、七蔵三景によれば元素力を豊富に蓄えていて私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしい。その通り。書類くらい簡単なことですよ。私の返事を聞くや否や、縁石さんが今していること。このことについて。これどういたしまして。あの白術って人、前と同じで変な感じだ。縁石さん。ああ、確かに調査は終わった。それは良かったです。それでは
見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え、私が弁償を？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに課した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には、証拠？何の証拠があると？私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、これは海水溝から手に入れた加工記録と鉱石のかけら。それはあの石像ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。その説には。では、私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。ふん、その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。そんな、二つ、確かにその言い方であれば。もちろんです、本物を。まあ少し待て、まだ最後の証拠。旅人、あの決定的証拠を出してくれ。水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか？それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。どうやらこの先は私だ。しかし、もしクロッサルさんが知らなかったというのなら心配しないでほしい。クロス総務省がこの件を審議するときは。ちょっと、待ってください。知っていた？おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。へっ、で、その。じゃない？じゃないってもしかして。それ、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。うわ。えい、なんだか突然人が変わったみたいだな。認めます、そのかんざしにある鉱石は。しかし、私も運が悪かったんです。大金を支払い水角石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから、それで福袋に行って聞いたんです。そうしたら、だから水角石と似ている水岩石を使って、本物の水角石は特製の箱に入れてあります。誰かに見破られるんじゃないかと怖く。そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金を弁償させようとしたんだ？私だってしたくなかったんです。もし偽物のかんざしのことがバレたら。ああ、身の上話はそこまで、そんなことに興味はない。10倍、今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約により、その賠償金の2割をいただく。2割？あの水角石を仕入れた時以上の。その、あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサル。志向さん。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば。え、それは。エイシさん、契約にはそぐわないけど。今回はお世話になりました。どういたしまして。あ、え、はい、そうならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追及。そうですか。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。もしあなたが設計する装飾品と。なるほど。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし。そうだな、でも結局かんざしは見つからなかった。目的が異なれば
私の依頼人である志向さんの目的は仙人。今のリーユエコーは人間が統治する都、仙人とかいうどうでもいい身分だって。今のリーユエコーでは法律に精通している法律誰必要なものも見つかったし、おかえり。よしよし、マヤ、もう全部揃ってるなら私。ああ、もう帰っていいよ。じゃあ私はこれで旅人。私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。この子ったら今行くところだから。彼女の父親だって。そうじゃの、縁起はああ見えてな。今の理由はさあ、おしゃべりはここまでにして。おう、楽しみだな。ただ壺を一つ作るだけじゃよ。ほれ、で落とさないようきちんと持つんじゃよ。それとこの設計図。でも心配はいらないよ。気をつけてよ。